セブンさん、こんにちは。みなさんこんにちは。はあ、エコタイルさんこんにちは。夏の思い出ないって。マサさん大変だ。時刻は3時を回りました。 FM 技能をお聞きの皆さん、お聞きの皆さんこんにちは。今日はですね、8月29日月曜日サザンブリーズの時間です。今日もですね、トロピカルビーチよりサテライトスタジオから生放送、3時から4時まで生放送をお送りします。今日のお相手は私早見と、はい、週末いいことも悪いこともいろいろありました。FM 技能1の神田智樹です。気になるどういうことでしょうか。玉木さんと一緒に今日も4時まで、そうですね、よろしくお願いします。そして泉よ、どこにいるわけ。またまだね、まだ帰ってこれない。まだ帰ってこなくて、情報によると、はい、マレーシアから、マレーシア、うん、から、うん、あ、失礼しました、シンガポールからマレーシアに行くよって、はい、オランウータン、オランウータン、うん、と一緒に写真撮ってるんだけど、うん、誰が誰なのかわからん。イーズなのかオランウータンなのかもわからん。もう2過ぎ、うん、それはうちらか。オランウータンね、オランウータンと一緒に旅行行ってるそうなんですけど、こんにちは。今 FM 技能より生放送、ね、素敵だね。本当ですね、いいですね、はいはい、放送してますよ。はい、はい、では今日はですね、うん、タマと一緒に夏の思い出、はいはいはい、テーマが、はい、夏の思い出ってことでいきなりあのね、エコーがないんですよね。そうそうそう行きたいんだけど、はい、夏の思い出一緒に語ろうじゃないかって。語りましょう。もう8月、今日はね、29日明日、明後日でもう8月終わるんだよ。そうなんですよね、8月終わってしまう。美味しそうなアイス食べて、いいですね。美味しい。いいな、ね、アイスクリーム大好きタマーからするとね、そうそうそう、羨ましいね、うん、特にあの、ウベ、ベニーモ、あれめっちゃ好きなんですよ、うんうん、あ、そうなんだ。そう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 、あれブルーシールの、ブルーシールの美味しい、美味しいですよ。あんま食べないです、ブルーシール。ブルーシールは、うん、なんか短すぎて行かなかったり、あ、行かなかったり、ちょっとなんか、サーティーマン行っちゃったり。でもちっちゃい頃からよく行ってた。あ、行ってますよね、うん、はい、うそうですよね。そうなんです。あ、でもなんかあのゴーパチ沿いに、はい、ブルーシールのあの牧港にあるじゃないですか、はいはいはい、あれの隣に、うん、なんかレストランみたいなのあったじゃないですか。ありましたね。あれなんか潰れてるってか、今もうないですよ。なんでですか。だからね結構この潰れるよっていう前に行ったんだけど。あ、行きました。その時もお客さんいっぱいで、うん、ですよね、うん、だったのにいきなりなくなっちゃったから、うん、ちょっと寂しいなっていう。一応なんかあの、うん、潰れたっていうよりかは、うん、なんか回収、回収というかなんかもっと全然別の感じでちょっとリニューアルするみたいな話を聞いたんですけど、うんうんうん、そう、でもなくなる前に私も一回行きたかったのに、はあはあ、いつの間にかなくなっちゃってて、うん、そうそうそう、いつの間にかいつの間にかなくなっちゃっててそっか、うん、へえ、今ブルーシールといえばそう思い出しました。はいはい、うん、私あれ、うん、今度ピザハウス、ピザハウス新しく、うん、また昔にゴーパチの方にあったわけ。へえ、うん、どこら辺ですか。ちょっと高級的なあの町なとサイエって言えばいいの、うん、なんて言えばいいの。あ、はい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 、あってわけ、ね、うんうん、そこちっちゃい時に行ってたんだけど、うん、今はなくなってまたリニューアルして、うん、あれ戻ってくるっていう。あ、そうなんです、うん、ネットでもさ、の、うん、あのヤフーニュースかなでも載ってた。ヤフーニュースで載ってるんですか。ピザハウスあれ復活みたいな。あ、そうなんですね、うん、そのぐらいすごいことなんだけど、うん、気になります、うん、調べてみましょう。ピザハウスの発音があって黄色い顔の人が嘘ピザハウス、あ、違うか。なんか変ですか。変かもしれないね。ピザハウス、ピザハウス、あ、ピザハウス、あ、それでだ。でも今のはちょっと疑問系だったから。そうだね、うんうん、はい、では今日は夏の思い
でってことで、はいはいはい、ツイキャスの方も来てます。 AKB ファンさんから、たまちゃん、早見こんにちは、早玉コンビ頑張ってよって。久しぶりだね、早玉コンビ。確かにそうですね。毎週月曜日担当だったんだけどね、うん、早いズコンビになったね、はい。今 DJ マシャさんも来てますよ、うん、来たーって。もしかして来てるってこと？そうそう、どこかな。違う、そういうことじゃなくて楽しみに待ってますよ、うん。エコザイルさんも来てます、うん、ハロハロー、ハロハロー。黄色い顔の人も、あー始まった、3時から始まってますよへっへっへって。マシャさんへっへっへって怪しいけど、どっかいる？ゲロッと見てる人いない？大丈夫？大丈夫、あの、大丈夫、うん、大丈夫かな。今日ね、そう、うん、ビーチの波が高くてすごいですね。私来た時にちょっとびっくりしちゃったんだけど、うん、タマびっくりしなかった？びっくりしました、びっくりしました、ね。うん、やっぱこんなにちょっと台風の影響なんでしょうか、うん、波が高いので。すごい高い、本当に台風がこう来てるぐらいのあれです ね、すごい高波が、うん、注意してくださいね皆さん。一応みんなでも泳いではいますね、うん、そうですね、うん、泳いではいるんですけども、うん、これはちょっとすごいなと思って、うん、っ思わず写メ撮ったんですけど、うん、あんまり伝わらないです。写真では伝わりにくい、なのでちょっと見物かなと思うんだけど、はい、はい、ぜひぜひね、お近くの方はね、はい、うん、来てください、はい、ぜひ遊びに来てくださいね。はい、はい、ではこの番組ではメッセージをたくさんお待ちしております、はい、うん、メールアドレスが797アットマークfmgino1.com、はい、797アットマーク fmgino1.com、はい、までお待ちしております。よろしくお願いします。忘れちゃうでしょ、早玉コンビ。つい1ヶ月前ぐらいの話だと思うのにも忘れちゃってる、寂しいな。あ、まあ、そうですね、うん、寂しいな。はい、はい、では、オープニングナンバーいっちゃいましょうか、はいはいはい、いっちゃいましょうか。今日は何でしょうか、楽しみだな。今日はですね、ちょっとワクワクウキウキ昭和チックな感じでいこうかと思いまして、何でしょうか、これは早めに合わせたんでしょうか、うん、別にそんなことでしょうか。ですね、小泉今日子さんのキョンキョン、なんてったってアイドルです。何でしょうか、合わせたんでしょうか、何でしょうか。あ、夏の思い出、あ、世の中の銀のホタルさん、ホタル、そうですね。これもちょっと後でちょっと話しようかな。本当にあドレスめっちゃ涼しい、わ、ひら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 とね、やっぱりあれだね、ビキニとかもいいんですけど、見えそうで見えない、うん、っていいね。あら、ほんとだ、また風にもなびいてて、髪もすごいことになってますね。この週末は何かしました？この週末は、ちょ、昨日来たのよ、ビーチパーティーで。あ、そうなんですね。そう、でも、ビーチパーティーらしきことをしないで自分は帰ったっていうのを焼肉焼いてちょっと食べて、はい、次の予定に予定があったという、うん、だから正直昨日の方がすごかった、あ、波、うん、あ、そうなんですね。それで、あの、逆にそれを目的に遊びに来てる子供たちとか大人がいっぱいいたわけ。やっぱ日曜日っていうこともあったのか分かんないけど、もっといっぱい人がいて、わーってなんか波にのなんか、ね、流れて遊んでた。へー、楽しそう。あ、ゆうさんだ、たま大好き、ゆうさん、こんにちは。たまのビキニ色当て大会、どんどんパフパフ、なんでそりゃ。早見たまの、なるほどね。ビキニとか来たことある？いや、まだない。いや、でも高校の修学旅行の時は、うんうん、みんなビキニ、まあまあちゃんと沖縄だったからめっちゃみんな来てましたけど、うんうんうん、その下はビキニだったので、あ、いいね。その時以来はまだ、その時以来かな、うんうん、その後はもう普通に T シャツとかで泳いでたかもしれない。そうなるんだよ、うん、そうそうそう。今回の家島もだから結局海に入りに行けなくて、うんうんうん、本当は海入る予定でもあったの？そうなんですよ、本当は、うん、海入ってちょっとシュノーケリングしながら魚好き、波がちょっと高くて、うんうん、なるほどね。でも伊江島の方は本当に波なかったんですよ、あまり、うんうんうん、船もあんまり揺れなかったし、へえ、
後ろ沖縄本島の方が、うんうん、本当に、ね、すごいよ、本当に見せたいぐらい、カメラ向けても分かんないですね、分からない、伝わらないかもしれない。毎年やってくる8月29日、あ、生前さん誕生日なの、おめでとうございます、ハブアナイスデイ、ハブアナイスデイって、うん、そうですね、こんにちはとも、まあ、いい日をお過ごしくださいみたいな、そういうことね、二十歳のお誕生日おめでとうございます。セブンさん二十歳なの、嘘だ、そうなんですか、わしって言ってるわしって言ってる、もうすぐ曲終わります、はい、そのまま行く？はい。天気。結構入った？行きます。時刻は3時11分を回っております。この時間は、お天気情報と道路交通情報をお伝えいたします。はい。まずはお天気からですね。はい。沖縄地方は高気圧に覆われて晴れております。うん、はい、ます。以上。じゃないか。あれ、はい、はい。では本日の本島中南部の天気は晴れ。降水確率はこの後深夜12時まで 10% となっております。うん、日中の最高気温が31度ほいほいとなってますので、皆さん水分補給を忘れずによろしくお願いします。うん、でも今はちょっとね最低気温出てないんですけど、はいはい、今日の朝とかすごい涼しくなかったですか？涼しかったですね、なんかこう秋を感じております、はい、そう私なるべく今年の夏暑いってことで、はい、クーラーをちょっと頼ってる日々があったんですけど、はい、今日朝はやっぱり寒くてクーラー消して、うん、そうですよね、やっぱ外の空気、朝の空気がさ涼しくて、うん、いい感じになってきました。いい朝のね目覚めでしたよ。でしたよ。はい、はい、風がですね、はい、北西の風、うん、やや強く、波の高さが4メートル、後3メートル、うねりを伴うとのことです。じゃあ今ちょっとうねり伴ってるんですね。伴ってますねこれ。ちょっとぽにはい、高波に皆さん注意してください。ね、気をつけてください。こっちから見えても、ね、本当に風も強いし。うん、気をつけてほしいですね、はい、はい、では、以上天気情報でした。はい、続いて交通情報を、現地の玉木、はい、よろしくお願いします。はい、現地の、はい、トロピカルビーチにいるんですけれども、隣にいたい、はい、道路交通情報をお伝えいたします。はい、まずは沖縄自動車道からですね、はいはい、今日は今のところ沖縄道下り、はい、宜野座インターチェンジ付近、うん、からまあ巨大インターチェンジ付近にかけて工事のため第一走行が規制されております。はい、上りも同じようにですね、宜野座インターチェンジ付近そして巨大インターチェンジ付近で工事が行われています。はい、はい、続いて沖縄道上りキョン、あ、じゃキャンキョンキョンじゃないよさっき流したけど違うよ、キャンでした、はい、キャンインターチェンジでですね故障車が出ております、お気をつけください。はい、はい、続いて沖縄道下りキャンインターキャンですよねキョンキャンどっち？なんか分かんなくなるキャン、あ、オッケーオッケーキャンね、はい、金だ、金だ、次なんじゃこりゃ金です、金、金ですね、はい、キャンってどこめっちゃ上にあるけど、あります、まあね、それ背景付けっていうね、金インターチェンジ付近、はい、こちらも上り下りともに工事が行われています。追い越し車線が規制されております。はい、沖縄道下り沖縄北インターチェンジから石川インターチェンジにかけてこちらも工事が行われております。はい、今日はねちょっと工事が多いですね。多いですね。はい、沖縄道上り伊検島バス停付近もですね工事となっております。はい、はい、下りまして沖縄道上り龍大バス停付近も工事ですね。はい、そして沖縄道下り
あこちらも龍大バス停付近、うん、龍大バス停付近上り下りとも、工事が行われております。はい、はい、以上、沖縄道は以上ですね、うん、はい、いっぱい工事が行われます。今日は高速の方が工事の方が多いので、うん、ね、気をつけてほしいですね。本当ですね、うんうん、はい、続いて一般道なんですけれども、はい、うん、ちょっと待ってくださいね。あ、できました、はい、沖縄県中部地方一般道はですね、現在混雑は見られません、はい、そうですね、はい、宜野湾、チャッタン、はい、そして浦添、はい、今日は地名が出てこないですね。宜野湾、チャッタン、浦添、うん、現在道の混雑は見られません。はい、はい、以上。私初めてかもしれない。あ、本当ですか。サザンブリーズ3時にねやってる中でこの混んでないっていうの、あ、必ず、浦添方面だったり、確かにそうですね、うん、大茶の方面だったり、うん、混んでるの見当たるんですけど、うん、今日はない。見当たる。今日はね、キャンとか金とかね、間違ったかなっていう問題だけで、あとは問題なく、そうですね、はい、スムーズに、はい、車はスムーズに進んでおります、はい、ありがとうございます。以上ですね、はい、では続いて、リスナープレゼントのお知らせです。どんどんパフパフ。皆さんお待たせしましたよ。はい、ウエストマリンさんから、はい、大型水中観賞船、うん、オルカ号ペア一組様、はい、私これ行ったんですよ。行ったんですか。はい、すごかったよ。うーん、一回皆さん体験してほしいですね。行きたいですね。またあの那覇の海っていうのもね、うん、全然違うんですけども、この、はいはいはい、なんていうのかな、サンゴとかそういったのじゃなくて、うん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 、魚もさ違う種類だったり見えたりするの。あ、そうなんです、うん、だからぜひおすすめですねこれは。へー、はい、お子さんがいるお母さんお父さんたち、うん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 、ぜひこれ子供にも体験してほしいなと思うのでぜひ応募してください。で続いてディナークルージングペア、はい、一組様、うん、これはあれですね、大人が行った方がいいね。そうですね、ご飯食べながらですね、うん、ね、はい、いいと思いますよ、ね、のリスナープレゼントをいただいております、うん、プレゼントの応募はサザンブリーズ内で行っております、はい、メールの件名にリスナープレゼント希望とお書きの上、はい、番組へのメッセージ、お名前、連絡先を加えてメールにてお送りください。い、なおプレゼントを FM 機能話に取りに来れる方のみの応募となっておりますのでご了承ください。皆さんからのたくさんのご応募お待ちしております。はい、お待ちしております。はい、皆さん取りに来てくれる方のみなんですけども、はい、ぜひこの機会にね、うん、FM 機能に、うん、これは一回体験した方がいいかなって私は思います。そんぐらいちょっと感動する。はい、ハミさん両方行ったことあります？まだディナーがなくて、あ、はい、あの行った方の、はいはいはい、あの Facebook 見たらいいなと思って、うん、花火やってる時だったんですけど、その時たまたまか何かのイベントだったのかわかんないんですけど、超いいなぁ、那覇のあのね、夜景を見ながら、いいね、うん、インチキーってゆだれを垂らしながら見てました。よく垂らしながら、ね、はい、そう、なんかね、お茶、うん、応募したいね、私も頑張りましょう、私たちもどっちに応募しようかなと思って、ね、あー、ディナーの方で、ディナーの方で、うん、どっちもおすすめなんですけどね、うん、はい、はい、じゃあこれ続いて読んじゃっていいですか。はい、お願いします。続いてもお知らせがあります。はい、羽衣パークマネジメントからのお知らせです、うん、はい、はい、2016年キッズウォータープログラムをこちらトロピカルビーチ内でいつも行っております、はい、キッズウォータープログラムでは海という自然の遊び場を最大限に活かし、溺れないため、事故に遭わないためにはどうしたらいいのか、子どもたちが自身で考える能力を養うプログラムを実施します。はい、日時がですね、9月は9月4日日曜日と9月17日土曜日、2日間行われます。対象は4歳以上で、全てのプログラムでライフガードが同行します。大人の参加、親子での参加も大歓迎です。受付はトロピカルビーチ内の売店入り口にあります申し込み用紙を記入の上、ファックスにてお申し込みください。詳しくは羽衣パークマネジメント電話 890-0881 890-0881 までお電話ください。募集人数に限りがありますので、お早めにお申し込みくださいということです。はい、このね、ウォータープログラム、うんうん、いろんなあの
プログラムがあるんですよ。本当にやることがいっぱいあって、はいはい、ビーチフラッグをやったり、おうおうおう、ビーチで この遊びを やったり、はいはいはい、さらにこの海に入ってこのなんだ泳ぎ方であったり、うんうん、溺れないために、はい、ね、ちょっとどうしたらいいかっていうのを子供が習っていくらしいんですけども、本当に海で遊ぶ上では、ね、とっても重要なそうだよものなので、はい、ぜひお子様連れで参加していただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、はい、そして最後にもう一個あります、うん、はいはい、こちらもハグロムパークマネジメントからのお知らせです、はい、9月3日土曜日、うん、宜野湾海浜公園にてフリーマーケット、うんうん、ちっちゃい図が抜けてる本当だフリーマーケットになってますねフリーマーケットを開催します、はい、はい、うん、それに伴い出展者を募集しております、はい、日時は9月3日土曜日、午前9時から正午まで、正午12時まで、場所は宜野湾海浜公園中央広場、はいはい、体育館前広場となっております、うん、出店につきましては一区画3メートル ×3 メートルで、500円のですね、出店費用がかかるということです、はい、お申し込みは宜野湾市立体育館窓口、うん、はい、または宜野湾市体育館まで、お申し込みください、はい、電話番号が 897-2751、うん、897-2751 となっております、お申し込みの締め切りは今週金曜日まで、9月2日金曜日までですね、出店希望の方はお早めにお申し込みをお願いしますとのことです、うん、はい、はい、以上お知らせでした。よろしくお願いします。私この日曜日に結構ここでイベントだったり、はいはいはい、いろいろコンベに行ったりとかするんですけど、うんうん、その時に結構フリーマーケットもやってますね、やってるのを買い物したりとかもするんですね、うん、あ、本当ですか、うん、いろいろ、うん、いろんな一般の方が販売してるけど、うん、結構宝物とか、宝物宝物売っちゃってる大丈夫かな、買って大丈夫かな、珍しいものだったね、うん、なるほど、そういうことね宝物だったら大変だね宝物はちょっと物を、はい、手に入れたりするので、お、いいですね。でも今度出店側になるのもいいなと思って、今集めた宝物お家にある引き出物引き出物ねとかね、宝物だったり、そうですね、引き出物はちょっと対象になりますよね、なりますね、フリーマーケットのこれはもうまだ開けてもないから、うんうん、上等なんだよ、ブランドだったり、うん、そうですよね、だからって、うん、使うのもない、今お家にあるしなとか、うんうんうん、眠ってるのいっぱいあるわけ、わ、うん、かります、それ使うね、みんなでやるのもいいかもしれないね、うん、確かにそうですね、持ち寄って、うん、そう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 、じゃあ今度やりますか、やりましょうか、500円ですからね、あ、出店出店料が500円で、うん、別にどんなの売っても OK、 もう大丈夫だと思いますよ、うん、なるほど、うん、ちょっと手作り側でもやってみようかね、手作り側、すみませんやってみましょう、やってみましょう、リオンさんがさ、うんうん、大事な宝物が手に入るんだって行こうかななんだろう、大事な宝物宝物って引き出物とかさ、いろんな意味で言いたかったんだけどまとめちゃった全部はい、うん、なんか見たことあるような感じの青い T シャツの人、やっぱりなんかオーラが違いますね、違いますね、すぐ分かりました ね、なんか今柱で隠れてるつもりなんで、うん、目立ちますねキラキラしてますね、 DJ マサさんが現れました ね、うん、現れましたね、はい、ありがとうございます、うん、ゆうさんがさっき子供の、はいはいはい、何でしたっけ、パークマネージメントからキッズウォータープログラム、はいはいはい、タマも参加しなきゃってユウさんから入ってますけど、あ、本当です、タマ大丈夫、泳げる、私水泳通ってたんで、あ、わお、バリバリじゃん余裕ですね、聞いた方が間違っちゃったよあ、まあ、そっか、はい、でもビーチフラッグとかちょっとやってみたいですね、あーね、うん、楽しい、砂浜に寝っ転がって走り出す、なるほど、黄色い川の人もビーチフラッグ楽しそうってことで、はい、うんうん、ね、ぜひ興味ある方どうぞ、黄色い顔の人もね、面白いんじゃないかなと思って、はい、最後スライディングでちょっと旗を取らないといけない、あ、そういうこと、そんな感じで、あー面白そう、はい、なるほどね、はい、では、今日のテーマがですね、はい、夏の思い出ってことで、はい、皆さん今年暑かったと思うんですね、そうです ね、 ね、暑かった、そうだからこの夏の思い出に、はい、なんかあるんじゃないかな、一つ二つは、そうですね、うん、多分もあるんじゃない、うん、私もありますね、夏の思い出ね、あーいいな、うん、なので皆さん夏の思い出教えてください、はい、ください、はい、ではここで一旦 CM をお聞きください、はい、取りに行かんなあかんのって
み始まる前追加ラボも払って。いいの、いいね、最高だろうな、こんな時に名古屋行ったら。いつでもの名前はいらないな。名前入りある、名前入り、ね、ある、あるか、ありますよ。昔だったらなんか写真入りとかありますよ。 あったね。いやちょっとな、いらねえって。髪を広げ始めました。まさか何をして始めるのか。よし、行きます。さあ時刻は3時26分を回っております。この時間はサザンブリーズをお届けしてますよ。はい、今日のテーマは夏の思い出。でねん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 、はい、あー今なんかクマゼミみたいな。クマゼミ。今日さ朝セミが鳴いてたの。え、鳴いてました？鳴いてたんだけど、はいはい、このセミがミンミンミンじゃなくて、はい、ミーミーみたいな、あのよく夏の終わりに鳴くセミってわかる？あー、わかりますわかります。真似してみて真似してみて。ウィーン。こんな感じ、こんな感じ。ウィーン、みたいな感じ。強くミンミンではなくて、もうなんか優しい感じの鳴き声で。あ、クマゼミ、それはクマゼミ。タマゼミ、タマゼミ。あれみたいで塾みたいですね。塾、あ、なんとかゼミみたいな。あ、そういうことね。そう、それで泣いてたの。あー、もう夏終わるんだって感じましたよ、やっぱり。本当に、うん、いや、私最近逆に泣いてないなと思って、それで夏を感じた、はいはいはい、あの、あ、秋を感じた。秋を感じた。オッケーオッケー。秋を感じた。あー、やばいってよ。もう、黄色い顔の人が、背中がいろんな変なことするから。ハヤゼミとかね、そう、セミが鳴いてたから、うん、もうこれで秋感じたので、はいはいはい、今日のテーマはすぐこれだと思ったわけ。そうですね、もう終わっちゃいますからね、うん、終わっちゃう、終わっちゃいます。あ、まだ夏でいてほしいな。いや、でももう一回ぐらい暑くなるじゃないですか、かなと私は、うん、思ってます。まだ9月は入らないですからね。そうですよね、うん、夏、沖縄の夏はだいたい9月いっぱいまではちょっと暑かったり、もう普通に暑いですよね。10月もね、うん、暑いイメージもあるんだけど、昼間はやっぱ暑いです ね、うん、昼間はやっぱりさすがに暑い、うん、はい、ではメール来てるので紹介していきたいと思いますよ。そうですね、あ、もう、うん、こんな時間か。そうですよ。もうなんだかんだ喋ってる間に30分経ってますので、はい、いきますよ。はやみーたまぶちゅエコザイル出すよ。すよ。夏の思い出は高校の頃からバイト3枚、うん、今も仕事仕事で夏休みらしい休みもないのが思い出だったなー、かっこ笑い。そうだよね、一般人になるとさ、社会人になると、うん、もう夏休みって何ってなるよね。いやでもまあまあまあ、ちょっと、あ、まだ学生だからだよ。そう、そうか、そうですね、はるかもう離れてるからさ、いいな夏休みって感じ。まあでも普通の会社員だったら、うん、ちょっと1週間ぐらいあったりしません、お盆とかで。あ、そっかそっか、うん、お盆だったりね、うん、重ねてね、うん、そうそうそう、あ、そういうことか。普通、まあまあまあ、でもね、うん、1週間じゃ夏休みって感じしないですよ、ね、しないけど、うん、1週間でも欲しいな。そう、それはもうあの自分のあれです、うん、やりくりです。なるほど。あ、頭に言われた。ね、ただ今年は、はい、FM 技能湾で、うん、フリムンラジオをやらせてもらってるおかげでいろんな人と出会えて、7月にはリスナーオフ会の余興でマーヨーのサポートで三振弾いたりと最高な思い出だったさ、うん、さてツイキャスでラジオを聞きながら配達頑張りますかね、じゃあ後からやってことで、ありがとうございます。なんかいいあれだね。そうですね、いいこと言ってますね。三振弾いたりって多分
多分っていうさ、エコザイルさんは三振もちょっと弾けるのかな。なんかね、その、うん、練習したみたいです。お今年に入ってから練習始めたのかな、はい、あ、そうなんだ。そうそう、昔は弾けたみたいなんですけど、はいはい、練習を始めたって言ってて、うん、これでこの短期間でね、そんな弾けるようになると結構すごいですよね。へ、ね、うんうんうん、素晴らしい。いろんな人と出会えてってことでね、はい、オフ会も盛り上がったようなんですけども、うん、はい、またね、なんか9月の3日にあるみたいです。9月の3日に、はい、別の方が企画してるラジオの、うん、今度はパーソナリティさんをいっぱい集めてオフ会でしようっていう、はいはいはい、まあ、企画があるみたいですね。俺はパーソナリティだと思う方は誰でも参加できるの、うん、本当に誰でも参加誰でも参加できちょっとでもゲストで喋った人でも大丈夫なのかな、うん、もう大丈夫なんじゃないですか、うん、まあ、それこそね、本当にみんなでこうつながりをちょっとね、はい、持とうっていう企画みたいなので、はいはいはい、なるほどね、うん、ぜひ参加してみてください。はい、では続いて、ほいほい、はい、うん、私が、はい、ヘイヘイヘイターマ、ヘイ、なんかヘイヘイヘイってあったよね昔ね。あ、あの音楽番組ですか。はいはいはい、今もやってるじゃないですか。やってるかな。ヘイヘイって、あ、あれですよね、あのダウンタウンの、そう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 、はい、お、お、早見、サザンブリーズを聴きのリスナーの皆さん、はい、こんちーす。チーズ、イーズまだ旅行行ってるか。そうなの。オラウータンと写真撮ってる場合じゃないで、うん、早く帰ってきて。そうだね、今日は雨やからテーマに行くで。ねえ、大雨だそうなんですけど、ね、大変ですね。台風影響かな、うんうん、まあ、全国的に本土の方は雨なんですかね、みたいね、うん、はい、今日のテーマ、夏の思い出、はい、俺、俺ですか、俺はですね、夏の思い出といえば、ジェットスキーに乗ったことやね、あとはね、土曜日に徳島の花火大会に行って、はい、花火の打ち上げ場所から結構近くて、花火のカスが落ちてきて、服に黒い灰だらけになった思い出ですかね。以上だと来ております、はいはい、そして、はい、早玉整いました、はい、夏休みの思い出とかけまして、うん、宿狩りと解きます、はい、その心は海外へ行ってしま、行ってきましたいいところで買っちゃったよ夏休みの思い出とかけまして宿狩りと解きます、うん、その心は海外へ行ってきました、はい、あ、早見、ダーマ、どうかなちょっと意味が分からなかったな AKB マンさん、ちょっと難しい。これはちょっとあれでしたね、うん、はいはい、うんうん、ちょっと簡単語にしてほしかったな、うんなるほどね、しかもちょっと噛んじゃったって申し訳ない、ね、はい、まあいいよ、いいよ、それも OK だよ OK ですかありがとうございます、はい、なんだろう、花火大会で、うんうんうん、カスが落ちてきて、よくありますね、はい、そんぐらい近かったってことかな。こんにちは。こんにちは。もう海を満喫してるお兄さんがね、覗いてましたけども、うん、あのよくね、うん、昨日もあの前頭祭りありますよね、エイサー祭り沖縄市で、はい、あっちもね、結構花火が近くて大きく見えて、そう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 、落ちてくるっていう噂があるぐらい、うん、あ、そうなんですよ。昨日参加した？昨日のね、私あの伊江島に行ってまして、金曜日から土曜日、あ、日曜日まで、はいはいはい、昨日はちょっと行けなかったですね、うんうんうん、帰ってくる時間が。去年とかはもう見た？去年とかはね、もう毎年行ってたんですけど、うん、去年は私の前頭 A さんの祭りの思い出が、うん、はい、大雨降ったのを覚えてて、ね、あら、美味しそうに飲んでますよ。すね、シュワシュワして、うん、最高ですよ、もう。黄色の汁を。ね、日焼けしてますね、結構。はい、大変だ。いいですよ。そうそうそう。大雨降ったイメージがあったから。もうやばいです。ね、やばいぐらいの。もうパンツの中もなんか水浸しみたいな。そこが気になるわ。いやいやいや、本当に。スイーキャスの皆さんも気になってるんじゃない本当にそんなでしたよ。そうか。だから今年は結構晴れて、大成功したような、はい、そんな感じでしたね、うんうんうん、なんか始まるまではちょっとあの雨が降ってたっていう話を聞いたんですけど、まあこの始まってからはカンカラデリみたいな感じだったみたいですね。はいはい、よかったよかった、うん、よかったです。ほんとさて、トーマは何だって、うん、何だって家島行ったんだって。そうそうそう、家島に行ってきまして、金土日、そうなんですよ、うんうん、ちゃんと遊びに行ったわけではなくて、はいはい、授業で行ったんですけれども、うんうんうん、家島行くの実は2回目で、はい、で前回行った時はね、ほうほう、ゆり祭りにちらっと行っただけで、はいはいはい、そうそう、私も行きましたよ、あの時期ですね、あの時期、そうそうそう、はいはい、4月か5回ラジオ中にいきなり涙目になるからどうしたのかなと思ってゆりが何か思い出したのかくしゃみがそうゆり、綺麗だったね、あのゆりね、うん、
それ以来の2回目、そうそう今年2回目なんですけど、はい、初めて塔頭に登りまして、はいはいはい、もうね朝早くからちょっと登ったんですけどすごかったです、うん、もう、もう塔頭ってすごい どんな意味だよ何が、うんうん、まあ、登って上から見る景色はもちろんすごい綺麗なんですけど、はいはいはい、やっぱ存在感が、うん、みんなの心のこの村民の心の中にやっぱいつも塔頭がなんかあって、うん、そのなんか見守られてるっていうこういうなんか思いがねすごくあるみたいで、とってもなんかそれを感じました。登って、そうそうそう。ちょっと大変でもあったやっぱり。まあでも意外と段数階段で登っていくんですけど、はいはいはい、階段は291段らしいんですよ。おうん。けどあの高さを291段で登っていける。うんだと思ったらすごいなんかね短く感じて、うん、本当に10分ぐらいかな、あちょっと途中休憩しながら行ったんですけど、はいはいはい、10分もかからないぐらいで登っていけますね。なるほどね、うん、これは若いからでしょうか。いや一緒に登ったのが実は、うん、はい、74歳のおばーと一緒に登ったんですけど、はいはい、地元の方、そうそうそうです、そうです、民泊をさせていただいて、その授業の中で、うんうん、その民泊でお世話になった、うん、お母さんと一緒に登ったんですけど、もう同じペースでどんどん登ってきますよ。負けてるやつか私、かかず高台の階段登るのに、はい、うん、息へへしてまあちょっと母はちょっとしますけど途中で、うん、もう本当に何段かな、うん、50段ぐらいかな、はいはい、登っただけでもうちょっと休もうって言ってまた行ってっていう繰り返しなんだけど、うん、 すね、すごい、うん、地元の方だからっていうのもあるのかな。そうで、あとね、うん、やっぱこの民泊を、うん、飯島は民泊授業をやってて、うんうん、すごい毎年5万人ぐらい来るみたいなんですね、修学旅行で民泊。やっぱりね、うん、私も修学旅行で伊江島行きましたもん。あ、行きました。その修学旅行生と一緒に、うん、なんか何回かこう登ってるみたいで、はい、ちょっとまあそうですね、慣れとかもあるかもしれないんですけど、うん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 、本当に修学旅行生の若さをこう吸い取ってるような、あすごい元気な、そうそうそうもう74歳に本当に見えないですね。74って言ったら正直ね、大丈夫かな階段って心配なんだけど、うんうん、それでもスイスイ歩いてたっていうからさ、そうそう、全然腰も曲がってないんですよ。そうなんだ、うん、びっくりでした。いい思い出だったね。あとは塔頭登ったり、うん、他になんか思いある？伊江島といえば釣りしました。釣りしたの？はい、初めて初めて釣りしましたね。初めてなんだ、うん、結局、うん、釣ったのは地球だけだったんですけど、地球結局ネカリって言ってた、そうです、ね、したの、地球だけ釣って、うん、あの食べられるものは釣れなかったんですけど、あそうなんだ、そう一緒に行った、男の子が結構大きめの魚を釣ってましたね、はいはいはい、おー、うん、いいね、とても楽しかったです。はい、うん、リオンさんが夏に塔頭登って、はい、めっちゃきつかった思い出ある、うんうんうん、塔頭のてっぺんに足跡あったでしょ。そうなんですよ、あれリオンだよって、あれリオンだあれリオンだよ、そうなんですねあれ足跡があるの。そうなんですよ、なんかこの民話みたいな感じなんですけど、うんうん、昔、はいはい、すごい大男の男の子がいた、すごい、はいはい、体が大きい男の子がいたっていう、で、はい、その子がなんかね、うん、昔そのお味噌を作ろうと思ってお母さんがいっぱい集めた大豆を全部食べてしまったみたいな、うん、もうお味噌作る樽丸々いっぱいなんだけど、はいはい、体が大きいからその豆を全部食べてしまったんだけど、うん、お母さんが怒らず優しくなんかいいんだよみたいな感じで言ってくれてたら、まあ、その子はすごくいい子に育って、うんうん、ある日、この伊江島に敵が攻めてきた時に、うんうん、その伊江島塔頭の真ん中に頂上に立って、うんうん、すごい大きな石を投げて、うん、その敵を追っ払ったっていうこの伝説みたいなのがあるみたいで、うん、その時のこの島を守るために石を投げた時に立ってたところに足跡があるっていう風に言われてるんですよ。これでそんな伝統、うんうん、なんかあるんだ昔のみたいです、うん、伊江島、その塔頭の入り口のとこにそういう看板があって物語が書いてありますね。やっぱ島っていうのはなんかあるんだよね、歴史的、歴史的な、ね、うん、それをさ調べながら、うん、ね、また旅行行くのもいいよね。すごい楽しかったです、こんなに伊江島をさ
この時間に喋ってるさ、もうナオピンさん喜んでるんですね。そっか、そうですね。PR してるよ、もう。いや、もうナオピンさんと一緒に1時間まるまる家島の子たちと喋りたいです。結構めっちゃ好きになりました。この機会に。ああ、やっぱりね、島といえば。はい。では続いて黄色い顔の人、夏休みの思い出じゃなくて夏の思い出、友達に付き合って、ピカチュウを探しに新宿御苑に来ました。僕ポケモン GO やってないのにってことで、新宿御苑ってなんだろうね、なんか焼肉屋さんみたいだね。確かに新宿御苑ジョジョ園みたいな。ではなくて、まあなんか昔の、ていうかどうしました、大丈夫ですか、ジョンさん。さっきからでもくしゃみが出なくて、あー、つらい。なんか涙だけ出てくる。つらいです。タイミングあったらどんどんやってもいいので。わかりました、マイク消すんで。はい、いいですね。どこだろう、新宿のなんだ、江戸幕府があったところとか、そんな感じじゃないですか。それが違うかな、黄色い顔の人の思い出ってことで。はい。そっかそっか。でさっきからね、タマがすごいコードを取ってるので、ね、ツイキャスでもさどうしたってなってるかもしれない。ちょっとなってますね。キレイカーの人、新宿のすぐのとこって、なるほど、よく待ち合わせしてるところかな。ではないか、あれは八甲前と、そうでだね、ではないんだね。なるほど、広いからな。そうですね、はい、怖いですよね、東京は。はいはい。では私、夏の思い出って言えば、言ってくださいよ。私ね、シュノーケルしたの聞きました。やってましたね、青の洞窟、はい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 、あれも、とっても思い出、夏の中でとっても思い出になったんだけど、それ以上にやっぱり、足を骨折したことだけはもうどんなに忘れをしても忘れられない思い出になったなと思って、忘れられないですね。あれは忘れられない。32、33なる前の骨折、あれは思い出すなと思って思い出しますね。ベランダに出るたびに思い出しますね。確かに。ベランダ開けて、はい、降りるときにやっちゃったのね。その時にも必ずゆっくり注意して降りてる、はい、自分、ちょっと気にしてるな、気にしてる、はい。でも今はもう全然痛みもなくて、普通に歩けるようになって、ね、ギプスも全然してないですよね、してないからちょっとみんなに怒られるんですけど、本当は1ヶ月間最低でも、うん、でね、やらないといけないってことなんだけど、足首じゃないからって言って、夏だし暑くなるし、痒くなるし、なるべく、はい、取って、今は一応ちょっと歩くようにはしてる、逆に。あ、まあ、そうですね、前はちょっと安静にはしたんですけど、今歩くようにしますよ、もう牛乳とか、そうだね、とかいっぱい食べて、そうだね、歩いちゃったらいいと思います。早くくっつくように、はい、はい、ではゆうさんですね、はい、今年の夏の思い出は福井までドライブしたことかなって、はい、いいですね、いいね、こっちも帰りたい。あ、でも来週ね、ちょっと友達の結婚式がありまして、はい、来週てかもう今週末ですね。おうおう、今週末ちょっと福井にあります。久しぶりの、そうなんですよ、地元どうなの、久しぶり、楽しみですね、ちょっととりあえず帰ったら絶対行く焼き鳥屋さんは、わお親父かいやいや本当に本当に全然違うんですよ、全然違う。もはやさんもいつか連れて行くので、あ、行きたい、もう串焼き持ってきてって感じぐらいはい、それ行くのと、友達とちょっと飲みに行くのは決まりましたね。ああ、いいんじゃないの、これもまた夏の思い出じゃないの。そうですね、夏の思い出じゃないのって言っちゃうと思います。そっか、はい、じゃあ楽しみに頑張って、またその時の思い出を教えてね、そうですね、お話ししたい。続いて、早見たま、またまたエコザいるらしいよ、なんか誕生日のリスナーさんがいるので、この曲を送るから2人で歌ってあげて、じゃあ後からやってことで、はいはいはい、ハッピーバースデーの曲があるんですけど、これネットからか流れられるかな、あ、これちょっと差し替えしたら流れるんじゃないですか。ちょっとやってみましょうか、その間早見さん喋ってもらいます。なるほど、喋っときましょうね。はい、で夏の思い出といえば、昨日も実は私このトロピカルビーチでビーチパーティーに参加したんですよ、実は。その時も波が高くて、その時日曜日だったからっていうのもあるけど、子供たちがとっても多くてさ、すごかったよ、波に乗ってさ、楽しそうだなと思って。だからこの夏の思い出といえばやっぱりビーチパーティー、
あとは青の洞窟ね、すごかったあれ。うーん、魚がさ目の前からあんなに集団で泳いでるって見たことある？なかなかないでしょ。なかなかないですね。なかなかないねあとシュノーケルして張り切ってるのに波に酔ってるっていうのもなかなかないでしょ。波に酔ってか吐きそうになったってば。うわそうですねなかなかないそうなの。それです。これもまたある意味思い出になりました。なるほど、うん、どうですか。ちょっとなんか行けると思うので、はい、今日リスナーさんのセブンさんが誕生日ってことで、そうですね、エコザイルさんがメールから、うん、貼り付けして送ってもらいました。ありがとうございます。この曲を流しながら、はい、ハッピーバースデーみんなで歌いたいと思います。はい、じゃあ流してみます。はい、セブンさん聞いてるかな、聞こえてますか、音流れてますでしょうか。Thank you、お、ハッピーバースデー to you、 ハッピーバースデー dear、 三振に弾いてんだセブンさん、セブンさんハッピーバースデー to you ということで、ちょっと聞こえなかったんだけど当たってましたこれ三振の音？そうでしたね、ちょっと今ツイキャスに入れるのをちょっと忘れてしまいました。あ、そうだ、もう一回やります。ちょっとCM 流してから、はい、ちょっと時間があったら ね、 ね、もう一度やりたいと思います。はい、あ、じゃあちょっとこれもらわないといけないですね。そうそう、もう大変ですね。大変だ、もうね、ここ今トロピカルビーチよりね、サテライトスタジオより放送してるんですけど、はい、すごいですよ。こっちでダーマンが隣で喋りながらミキサーもしながらね、素晴らしい。いやいや、ハリーさんもやってましたよいやいや喋るだけですよはい、では CM に行きたいと思います。はい、はい、時刻は3時49分を回っております。早いね、たまね。本当ですね、あっという間ですね。いろいろおしゃべりしてるうちに、もう終わりが迫ってきてますけど。いやすごいよ、さっき誕生日のさ、エコザイルさんからのプレゼント三振ですよって、これもしかしたらエコザイルさんの生音だったのかな。なんかね、お箱っぽいですよ、うん、お箱そうなんだ、うんうんうん、この間ゆりえも誕生日だったんですよね。はい、その時もちょっとスタジオに遊びに来てくれて、うん、はい、おうおう、はい、エコさんの三振で私が歌っていう例にハッピーバースデーとあーやりました。そうなんだ、お箱なんだね、うん、お箱、お箱で、なんか黄色い顔の人も、誕生日だったってことで。あ、本当ですか。はい、移動一緒だったんだろうね、
なくなっちゃった、うん、ではこの方からメール来てますよ。こんにちは、ちは FM キノワンのメグです。あーメグさんお久しぶりです、リナークルーズチケットが欲しいので応募しますね。なんか一緒いいですか、ちょっと、はい、あの餃子の匂いしませんするね誰か餃子焼いてるこの、うん、いい匂いしますね。いい匂いする、うん、そうどうぞ、はい、続けてください。いいですかって、うん、今日の放送の冒頭で話題になったブルーシールの本店の改造工事、うんうんうん、はいはいはい、実は、はい、体験型施設になるらしいですよ。工場見学やオリジナルフレーバーで、うん、自分の好きなアイスを作れたり、うん、めっちゃ行きたい。めっちゃ行きたいですね。わかる、めっちゃ行きたい。なんだこりゃ、アイスを作れるんですね。ねえ、うん、何アイスがいいかな。私なんかパイナップルみたいなのを見てみたいね。沖縄のね、原料としたアイスが多いんだよ ね、ブルーシールは、うんうんうん、その中でパイナップルとかさ、マンゴーとかどんなって作るのかなとか見てみたいね。見てみたいですね、はい。9月20日オープンだけど、うん、オープンしたら速攻行ってこの夏の思い出にしたいですね、はい、って。いいですね、はい、うん、早見さん、ダーマちゃんこの後も頑張ってください。はい、ありがとうございます。ハート、クルーズチケットくださいあげたいあげたいけど私も欲しい確かに、ね、私も欲しい、はい、メグだけ入ってますねありがとうございます、メグさん。メグデタ、メグデタマみたいな。メグデタマグデタマめっちゃ好きなんですよ。あ、そうなの。メグデタマっていう、うん、メグデタマ勝手に今つけましたあ、そうだった、はいはい、今そうだって呼ばれてるかなと思ったけど本当にこの売店の中がさ、今香ばしくていい匂いの匂いするわけ、ね、絶対餃子誰か焼いてるでしょって感じ。餃子食べてるますかね、うん、誰か。あー、いい匂いしますね。うん、もう一つなんか命令来てますね。はい、あ、うん、好きなあのカーズさんからいただいております。はい、こちらカーズさんも、リスナープレゼント希望ということで、 はい、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、うん、どっちがいいですかね、あのクルーズと、どっちがいいか、ディナークルーズとメールの方ください。うん、はい、そうそうそう、もう一つ来ました、もう一つ来ましたね。よかった、よかった。ムーネー先生も来てますね。はじ、うん、めまして、ムーネーだよってことはムーネー先生ではない方ですね。なるほど、失礼しました、プレゼントの書き込み発見、はい、応募します、はい、チケット希望ってことでありがとうございます。 ありがとうございます。やっぱり人気だ ね、人気ですよ。だってこれあの、うん、さっきねちょっとチケットちらっと見たんですけど、はいはい、あのねうんうん、オルカ号水中観戦船の方は、うんうん、3000円、1人3000円で、はいはい、このディナークルーズの方は1人6000円ぐらいだったんですよ。そのチケットがやっぱりそんぐらいする、ねうん、当たるということなので、ペアってことだね、はい、1万2000円とかね、はいはい、ね、あら、じゃあこの機会に絶対応募して、はい、ね、ゲットするように頑張りましょう、うん、はい、頑張りましょう。はい、私たちも送りますので、送ります、ちゃっかりちゃっかり送ります。あのちゃんとあの、うん、普天間宮とか言って、あの、マスカラ当たりますようにあんなにな、そうね、うん、あー、もうあっという間のエンディングに近づいてきましたけど、はい、なんか夏の思い出話ってやっぱキリがないぐらいいっぱいあるね。そうですね、夏長いですからね、長いからね、まとめちゃったんだけど、またもう来月ぐらいになると、そうですね、10月ぐらいにまた、うん、秋の始まりみたいな秋の始まりで夏の思い出みたいな、ね、どんだけあるぐらいいや、いっぱいありますよ、うん、いっぱいあるな。タマは伊江島行ったってことで、うん、また、うん、あれじゃなかった、そうで私も東京ディズニーランドとかも行ったんだよ。そうでしたねディズニー行ってましたね東京行ったりさ、横浜行ったり、ユニバも行きました、ユニバ行ったんだよね。ユニバ行きましたね。それもまた夏の思い出になるよ。思い出ですね、はい、暑かった？いや、ユニバ行った時はそんなに暑くなかったかな、うん、しかも結構あの混んでなくて、はいはい、あ、ね、いいね、平日、うん、平日ではなかったです。ああ、はい、そうなんだ、土曜日に行ったんですけど、東京ディズニーランドはさ、うん、もう2時間待ちとか当たり前だわけ。わ、だからもう、うん、すごい、もう待つのにちょっと大変だった。ああ、そうですよね、うん、2時間もじっとなんか同じ じっとねじっと立って立ちっぱなしでしょ大変でしょね大変でしょ、本当にそれだけでもちょっとぐったりしちゃったりね。でも夢のある国ってことで本当に良かった、うん、そうですね、また行きたいわと思って、また行きたいですね。はい、ありがとうございます。
ツイキャスの方もね、うん、いっぱい皆さん今日参加してくれて、たろすけさん、はいおいおいおい、ツルピカピーチ行くの忘れてたって、ツルピカピーチね、ツルピカルだよ、ツルピカピーチ、ちょっと近いそう、たろすけさん来てたんだよね、そうそうそう、本当に沖縄満喫したようでみたいです。一回ね、水曜日に、はいはい、来てくれたんですけど、うん、FM ギノワンにも、はいはい、その時ちょうど私しかいなくて、うん、FM ギノワンに寂しい感じだったの、そうそうそう、寂しい感じだったんですよ。あもうでももう普段は人気やってるんですけどね、うん、そうそうそう、いつものようにモヒカンがね、はい、ピーンと立ってていいねー、いい感じでしたよ相変わらずで嬉しい、もうこのまま行ってほしいね、あと30秒ですよ、あらびっくりですね、終わりました、はい、今日もたくさんのメールメッセージありがとうございました、はい、お相手は私早見と玉木でした、はい、それでは皆さんせーのさよなら、じゃあねー、ありがとうございました。